はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカジュア動画を撮っていきたいと思います。今日やっていく内容はですね、帰郷の旅についてちょっと話をしていこうかなと思うんですけれども、この帰郷の旅はですね、過去にも一回来ているイベントで、まあちょっと内容は覚えていないんですけれども、多分同じなのかな。ただちょっと違うのが、スキンが今回入っているということで、前も入ってたかな、ちょっとそれが覚えてないんですけど、ここの第5層のところでイベントスキンっていうのがあって、これはね、確か前はなかった気がします。はい、まあ一応ですね、今回のこの帰郷の旅初めてだっていう方もいると思うので、注意点など話していきたいと思うんですけれども、どれからいくか。まずこの帰郷クエストかな、これはデイリーと、まあ、今期ってあって、全体を通じてのミッションと、まあ、デイリーがあるということで、ここのデイリーでもらえるのが、この活躍メダル、そして現世になってます。結構まあ現世ももらえるということで、このミッションをこなすだけでも美味しいんですけど、こちらの活躍メダルですね、この活躍メダルを集めると何が起きるかというと、この帰郷試練ですね、ここのラウンドがですね、徐々に上の方まで解放されていくということになります。自分の場合はですね、今第1ラウンドだけなので、第2、第3、第4といけないわけなんですけど、とにかくミッションをこなすことによって、ここの試練が、より上位のところが解放されて、最終的にはここの帰郷深淵、まあボスステージみたいなのが解放されていくということになってます。で、ここの帰郷試練をやることによってもらえるのが、ここの、帰郷霊気というものと、あとはこの現世ですね。だからこのイベントを通じて現世はね、結構もらえますね。はい、で、ここの試練の内容なんですけれども、まあもう皆さんやったと思いますけれども、相手のですね、この編成がですね、これか、敵英雄の星ランクはプレイヤーの英雄の星ランクの平均値に依存するとか、本コンテンツにおいて星ランクを除き全ての英雄のステータスと育成は固定値に調整されますというふうになっていて、まあ基本的にはですね、自分の味方の平均値みたいな感じになっているというふうな、状況です。で、ここの霊費ですね、これをまあ適当に選んで戦っていくということなんですけど、面白いのがここの英雄の、貸し借りですね。自分で、貸すものを3つ、借りるものを3つかな、選べて、それを実際、この編成に組み込むことができるということになります。なので、あんまりキャラが育っていないという場合は、よりですね、このフレンドから英雄を借りるという、ことが重要になるし、これがね、ミッションかなんかに入ってるんですよ。どこだっけな、これか、ここの報酬、業績報酬の中に英雄を借りて任意の敵チームに勝つとかっていうなってるので、確実にですね、英雄を借りてそれをしっかり使って、勝つということが重要になります。で、ここの帰郷ショップでですね、まあ、課金要素あるんですが、毎日無料っていうのと、現世でこれ5個だっけ、何個かちょっと忘れちゃったけど、この帰郷霊気を買うことができます。で、このイベントで一番大事なところがここの宝探しになります。これは帰郷霊気を1つ使うと、1回かな、宝探しができるということで、宝探しをやることによってここの帰郷ギフトのページがですね、全部で5枚あるんですけど、これが、取れるですね。今50分の36ってなってるのが、36回宝探しをしたということです。で、それによって、また帰郷霊気ももらえるし、この帰郷家宝、そして栄魂結晶、こういうのがもらえるということです。だから、なるべく多くですね、宝探しをするということが重要で、宝探しをしてここの帰郷ギフトのページをですね、どんどんクリアすることによって、この帰郷家宝というのが手に入ります。で、この帰郷家宝が最終的な、メインの報酬につながるところで、この帰郷家宝を総数がいくつか分かりませんけれども、獲得したこの帰郷家宝をですね、それぞれの階層で使って、商品をゲットすることによって上に上がっていけるよという仕組みになってます。だから第一層をクリアするためにはここで一つですね、少なくとも多分一つかな、交換しないと上に上がれないので、まあスキンを取るためには第5層までいかないといけない。
まあ、これがね、前回はね、確かね、これ一番上まではね、登れなかったと思うんですよ。無課金全然いかなかった気がするので、もしスキンを欲しい人はある程度の課金は必要じゃないかなというふうに思います。ただいつもこのゲームの運営さんは無課金がこのスキンをね、取れる取れないのギリギリのところでね、設定するのが非常にうまいので、まあ今回2回目の帰郷のイベントなんですが、もしかすると、ここのね、下方帰郷下方が取れる量が増えているのかもしれないけど、おそらくですよ、同じだとすると、イベントスキン到達には程遠いと、無課金ではですね、そういう状況になるので、欲しい方っていうのは課金をしないといけないというような状況になってます。まあただですね、ここの帰郷秘宝の報酬は結構美味しいので、この七色石とかですね、あとはピックアップとか金霊樹か、この辺かな、SP とか異世界とかありますけどね、まあ結構報酬は美味しいので、まあしっかりやるっていうのが一番いいと、一番重要だというふうに思います。まあとりあえずですね、自分も無課金でやっていると、最近ねスキン全然取れてないんですけど、ちょっともうちょっとねスキンはね取れるようにしてほしいのと、絹のスキンも早く実装してほしいということですよね。はい、ということで本日はですね、帰郷の旅のイベントの注意点などについてまとめていきました。ぜひ参考にしていただけると幸いです。それではお疲れ様です。